例えば今唇をブルブルさせるやつ、まあ、リップロールだけど、それをやるときにお友達はそのまんま触らないで、何も触らないでブルルルってやってオートバイの音出す、でブルルルなんてやってるから、うわーかっこいいと思って見てて、自分はやってみんだけど、ブルブルほらうまく動かない、できなかったよその時、うんね、力ばっかり入ってブルブルブルね、で調子いい時はブルってこうやって揺れるかもしれないけど、でそれで随分時間が経っちゃうわけですよ僕の場合よ。だから小さい頃にはそれに対しては、そいつはすごいな、羨ましいな、でも自分はできないなと思って大人になっちゃった。で今度は発声をやる時になった時にこれがまた出てきたわけですよね。そしたら教えてくれた人が、まあ先生だけど、教えてくれた先生がちょっとこの口元をちょっと押さえてごらんよってね、まあ、あの人差し指両方でもいいからってね、両手の人差し指でちょっとこの口元の、ね、両側のあたり、まあね、あブログにも書いておいたけど、あたりをちょっと押さえてあのブルブルしてみたら、あれできたってね、何十年できないやつが、えこれかと思ったんですよその時に、ね、だからずっとできない時間があって、あいつはすごかったなと思って、ところがそれを自分ができて鳴らしてて、で面白いからプルルルと音を鳴らしていくでしょ。で鳴らしてるうちにプルル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 ルそしたらあのピアノ一本の指でよくダラランってやるじゃないですか。今ちょっとロールしちゃったけど、これが怖いんですよ。こっちの下の方はダラランってこういっちゃうからね。これ今下ですよ、唇じゃなくて。だけどあの唇 の, そのリップの方でやってもそしたらほらダラララってほらピアノをほら一本の指でぐるぐるやるじゃないですか。よくピアニストがバラランバラララン、あんなんて一瞬にやるんですもんね、声帯って。ですごいなと。それで高い音なんか出してるときにプルルルルルこの音が出てますからね今。だからそこからふっと口を開けてみると、今どの音を出してるかっていうのはほら今度は声でやるじゃないですか。だから低音でプルル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 ルあーって音は結構低いから、声でやろうとするとあーっと喉閉まっちゃうかもしれない。だからこうやりながらプルル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 ルってやって低音にも鳴らしてて、で今度は上がってね、どこまで行くのかななんて思うから、今度はだからプルルルルこの音ですよ。でこれは今裏声なんですよ。だけど裏声を出そうなんて気はないじゃないですか。でしょ、その声帯がやってることだから。だから僕からしたら地声がどうのとか裏声もちろんなんだけど、この練習していたらそんなこと気にしなくなるよっていうのはもう僕の考えなんですよ。ところが口先で歌っていて全部口で声出していて、あるところまで行ったら出なくなりますから、そしたら、まあ、それが地声ってやつですね、みんな思ってるね、口でやってる音だから。で今度はそこから上がいかないから、じゃあどうやったら先生裏声になるんですかとか、ミックスボイスがとか、いろんな言葉があるじゃないですか、ね、いろんな言葉でこうなんか置き換えようとしちゃうけど、僕からしたらブルルルルルー、もうこの音出てるからね、この音がもう出たらあーったって出ない音でしょ、もう口で。あーほら音程取れないじゃないですか。それをプラーもうすぐ取れちゃう。だから声帯の訓練をしっかりしてる人っていうのはいいけども、でもそれをまた歌の時に一語一語に置き換えちゃうと、また自分のピアノの鍵盤がバーンと狭くなるんですよ。そうするとまたあるところから、どうしたらいいんですか、この高い音を出せないんだけど、この音はどうやったら出るんですかみたいになっちゃう。だからリップロールっていうのはそういう意味ではすごく声帯の練習では僕はいいと思うんですよ。だからいろんな音を出してみてね、例えばちょっとうるさいけどもブルルルルルルってこうやってて、そのまま強くしていくじゃないですか息をね。そしたら声帯がグーッと締まってくる感じ、ブルルルルルってこの音が出てるんですよ。そうするとそのまんまでブルルルルルって言ったらもうこの音が出る。だからこれは腹の音だから、あーっつってるわけじゃないでしょ。だから喉も痛まないし、だからそういう練習をたくさんするってことが一番ですね。であとはお上手なタングトリルね、タングロール僕言っちゃうけども、タングトリルなんかでもやっとくと、ドルルルルってこう下だけブルルルルってこう動かしますよね。
これは巻き舌になっちゃうけど、ドラララッドラララッ、これもやっぱりほら舌、舌を柔らかくしてくれるから。だからこれをこうちょっと歌う前に両方こう動かしておいて、で あんまりさっき言ったようにあタングの方、舌の方であんまりやりすぎると、これはほら舌の問題ですから。唇はほらブルブルして歌う人なんか嫌しないから、いくらやったっていいけど、タングトリルの方はドラッと回っちゃいますから舌が。